あなたの鼻歌をロックするぜ、鼻歌ファクトリーさあ今回はシェリーの鼻歌を作ります。やったー、楽しみです。でもシェリーはダンス系がお好きなんだよね。いや、踊れるロックじゃないですか。そうですよね。任せてください。踊れるロックにしてください、まあ、ロック芸者があるですからね。イエーイ。じゃあ早速ね、シェリーの鼻歌動画見てもらいましょう。こちら。恥ずかしいマーティーさん、ロリーさん、お久しぶりです。私の鼻歌を聞いてくださいませ。タイトルは本番が終わって早くお酒が飲みたいです。こんな感じでしょうか。もう限界になりました限界になりました。僕の名前は呼んでくれないんですね。悲しい。お二人に作ってもらうから、お二人に向けての目動画をって聞いてたから。もう繊細慣れてます。さあ、じゃあね、鼻歌を聞いてもらったわけだけど、うん、どうマーティー、まず僕聞いたらどんだけ不協音で歌うってびっくりしたんですけど、もう僕のイメージだとなんかやっぱりなんかの仕事終わったら本当に祝いの気持ちが溢れるようなメリハリのあるハッピーな曲になるようなイメージが浮かんでるんですけど。いいですね。いい感じですか。うんうん、めっちゃいいと思います。ローリーは僕ね、シェリーさんがいらっしゃるっていうことでシェリーさんの YouTube 見せてもらいました。嬉しい、ありがとうございます。その中で、あ、これ僕も分かるなと思ったことが あって、これそれを盛り込みたいなと思ってる、うん、何かこうコンセプトとか歌詞にはこれ入れてほしいとか、はい、そういうなんかおぼろなイメージっていうのはいいんですか、うん、まあ、やっぱりこう仕事終わりに気持ちをリセットするような、なんかこう気持ちを切り替える曲がいいなっていうのと、あと歌詞できればレモンサワーって入れてほしいな。レモンサワー、さすが女の子だよね。ズバッと欲しいもの言うんだよね。やっぱローリーもやっぱり仕事が終わったらお酒飲みたくなるんですよね。僕ね、マンションの階段をカタカタカタって開けて、鍵をガチャッと開けて、もう一目散に冷蔵庫を開けてブシューッとガーッといっぱい飲んでから全てが始まります。あ、そうなんですね。マーティーはお酒飲まないじゃない。いや、実は飲みますよ。飲む？飲むんですよ。特になんかすっごいハードの仕事が終わったら、とても長いライブとかもうやりきった時に、さあ冷たいビールがすっごく美味しいです。ああ、じゃあ飲まない時何をしてる？あ、そうだよね。飲まない時はやっぱりチョコですね。チョコレート。チョコレート。チョコレート、お菓子とかスナックとかジャンクとか甘いものが多いんです。和菓子も最近マイブームですけど。僕も和菓子好きやけどね、和菓子とビールも最高やね。あ、こう夢のデモを聞いたら。アダム&ジアンツみたいにやった。あんまりメモリーなんか歌ってくれないんで、余計なんか想像力が大きくなるなんですけど、ダン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 で、ちゃんとみんなを歌ってくれたんですよね。もうほとんどなってたよ。ダンダンダいや、それもなんか意外とメロディックなんだけど、映画をどうしようなんか、だからそれを一応メロディーしてあげましょう、うん、なんかその彼女のリズムをキープしながら、もうついにしましょう。で、マイナーにしよう。この初めのマイナーはちょっと
仕事で疲れた感じを出してるね。あ、そうですね。 A メロのボーカルのリズムと同じリズムでサビでいきましょう、うん、あのでもメジャーにしましょう。あ、とにかく彼女はレモンサワーをごくごく飲みたいって言ってたら、そうですね、うん、でもそれの中の歌のリズムにその音節を合わせるの難しいかな。レモンサワー、レモンサワー、いやレモンサワー簡単、簡単、一撃。それでも家に帰って、あー疲れた、冷蔵庫バピッと開けてレモンサワーをグビッゴクゴクはーみたいな、その辺お任せします、なんかね、シェリーにこんなこと聞くようになるとは思わなかったけど、はい、やっぱ父親としてこう娘と接していく上で、うん、なんかこう気をつけなきゃいけないことってなんかアドバイスなんか父親として娘と接していく中で、うん、なんだろうな、こう家で、はい、まあ、妻がいて娘がいるから、はい、男一人でこう女の子に挟まれたんで、ね、まずなんかイントロのすごいキャッチーなエフェクトかけたギターフレーズがいいと思いますので、それいいんじゃないですか。それなんかあの何が来るか分からないようなちょっとギター弾けたくなるようなフレーズだよね。面白い。最初はなんか働いてるから働いてる気分がちょっとマイナーの雰囲気なんですけど、 B メロに行ったらちょっとだけ全部なんか超メリハリじゃないけどちょっとだけそろそろお祝いが来るようなあの解釈がいいかなと。いきなりハッピーになる。だからあのこのシンセの音がちょっとキラキラの音があると嬉しいな。例えばこれがいいかもね。それいいですね。そうですね。まあダンス系の音楽までは行きたくないなんですけど、サビに入るともう超アップテンポなハッピーな雰囲気が欲しいなので、例えばこの解釈はどうかな。プラスタンバリン、だからこのメロディーを隠し味として入れたらシェリーちゃんのシンプルメロディー、ロリーさん歌ってくれたらかなりの印象的だと思いますね。そのシンプルメロディーはそんなになんかのサポートしてあげないとちょっと弱いけど、これはうまくいく気がします。って変な感じだったけど、あれは彼女がバラエティ番組をやってるこの途中で何か心の中にある納得できない気持ちみたいな。終わった終わった終わった今日もまた終わった終わった終わった今日もまたみたいな、ちょっと寂しい感じ。僕割と繰り返しが多くてすいません。あのその方ね、一回しか聞かないでしょ。あー疲れた、冷蔵庫バシュッと開けてレモンサワーをブシュッ、ゴク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 飲みたい、レモンサワー、違うな、言っとくけどレモンサワーごくごく飲みタイム、最高の韻を踏むのを考えた、犬の糞を踏むような韻を考えたから、待っててね。さあ、どんな曲に仕上げてくれたんでしょうか。そうね、この曲は実はあのすごい作りやすかったですね。本当ですか。多分今までに一番僕の好みの曲になったんですよね。すごい。
今までの曲はちょっと強引の部分が多かったんですけど今回は本当に他のアーティスト作ったら僕は買いに行くかもしれない。すごっ、ちょっと最高傑作で、ぜひシェリーさんのテーマソングにしてもらいたいぐらいの気持ちでね、うん、あの僕その YouTube 見たらバラエティ番組で LGBT の方に対するあのみんなの目線やり方があんまり同意できない、はい、なので自分がその時ムスッとしてたら全然映らなくなったけどだん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 小石を投げていくといつか分かってくれる人が増えてきた、みんなで笑えた日にブシュッとやって最後最後にホールドミータイトって言ってやばいなんかなんかそんななんかハッピーな感じの、ちょっとまだ聞いてないのにもう泣きそうなんかね早くも目頭が熱くなりそうな、めちゃくちゃなんかすごい考えてくださってる、うん、はい、それでは本番が終わって早くお酒が飲みたい、聞いてみましょう。タイトル投げなんかレモンサワーが飲みたくなるようなめちゃくちゃかっこいい曲なのに、その意味というかそのなんか裏のストーリーを知るとすんごい深くて、うん、ちょっともうすごい、僕ちょっとなんかの音楽の方ちょっと時間かかったんですよ、うん、そうなんですね、あのなんかあのそのはんはんちょっとそのメロディーちょっと乗せづらいですよ。でもなんとかじゃあそれをハンハンに C にしようと思ったら曲が開きました。へでロイさんすぐ歌詞できたのでもう3時間もうかからなかったほどすごーできたんですよね。そうなんですね、はい、いやすごいな、すごくなこう響き渡る曲であるんですけど、せっかくなのでここで点数をつけてもらいたいと思います。点数、もうあのシェリー本当2人に忖度とかいらないから、200点です。おー素晴らしい10点満点なのに、これも私人生のテーマソングですもん、マジで、うん、もうこれからずっと、ぜひね使ってもらいたいですね。いや本当にあの YouTube のオープニングでもはいはいはい、本当だ本当だ、ちょっとあのブラッシュアップしてね使ってもらえるように、いやちょっとどこをブラッシュアップすればいいの。さあということで、シェリーさんありがとうございました。ローリーもマーティもグッジョブ上からだな、はい
さあ、このコーナーで皆さんからの鼻歌を募集しています。詳しくは概要欄をチェックしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Please subscribe, smash that like button and share the video. Hell yeah!